では今日の授業を始めていきます今日の授業は論文を批判的に読むための5つのステップ、そのステップ3です。でステップ3のテーマは、論文の一般的な構造を知ろううとということですキーワードは、論文の一般的な構造にで。これが一体何なのかというのを考えながらえ、論文をどう読むかというのを見ていきたいと思います。で、この回、実は論文を読むための ステップというだけではなくて、これからみんなが論文を書いていくためにも、ものすごく重要なステップになるので、その2つの視点で見ていくようにしてみてください。1つは論文を読んでいく、もう出版されている論文を読んでいく。でもう1つはそれを意識することで、論文を書いていくためのポイントというのも分かるようになっています。じゃあ、えー、実際に内容を見ていきましょう。まず、えー、今回のステップ3が、この授業のシリーズ5つのステップの中で、 どのののよううに位置づけられてていいいいいるかととを見きたいと思いますまずこれまでの復習、ステップ1っていうのは分かっていないことを見つけようと。つまりそもそも人間が理解する、分かるっていうのはどういうことなのかというのを簡単に見た上で、でそこから分かっていないということを定義したんですね。そこの分かっていないというのが分からないと、どこを勉強していいのか分からない。でところが分かっていないことを理解するためには、まず分かる必要がある。 そういうい事前と事後の転倒があるのでそこをどう解していきましょうというのがこの5つのステップのポイントですというのがステップ1ですでステップ2は文章を上流しようということで上流という概念を導入しました。論文を短くするっていうと「ようやく」っていうのをよくみんな思い出すと思うんですが「ようやく」とは少し違って「上流」です。 要約っていうのは理解した上でまとめるっていうのが要約やったよね。で、それに対して、上流っていうのは、理解する前の段階で重要なところをまとめていく。で,でも、理解してないので、本来重要なところっていうのは分かんないんですよね。なので、重要そうなところを探して、論文を上流して、でそれを、えーまあ、何ラウンドか繰り返していくことで、徐々に理解していきましょうというのが、このステップ2のアプローチでした。 でその上で、えー、今日ステップ3というのは少し方向性を変えます。一、えっと、回ステップ1、ステップ2のことを軽く忘れてやってもう少し別の視点から論文を見ていきます。それが論文の一般的な構造という話。OK。で、この論文の一般的な構造を理解した上でステップ4では論文全体のロジックをたどっていくということをやります。 このステップ4あたりから、今日勉強するステップ3とステップ1、2というのがつながっていきます。その全部を使って、最終的に論文を抽象化して要約する、つまり論文自体を理解する。でさらに、その要約を使うことで、作者の理解よりもさらに先を理解しようというのがステップ5ということになるわけです。いいかなじゃあ、きょ、えー、の内容、どんどん入っていきます。 この授業のいつものやり方のように、まず今日のキーコンセプトと、えー、今日の実践のポイントというのを把握しておきたいと思います。まず今日のキーコンセプト、論文が書かれる目的というのについて、まず考えてみよう。うこの講義とか、僕自身のものの考え方の特徴の一つでもあるんですが、えー、定義と目標というのをすごく重要視します。いろんな言葉、ちょっとした言葉が出てきても定義というのを気にする。 もう一つ、何をやるときにも、そのやっていることが何のためにやっているのかというと、目的を意識するようにしています。そこが意識されていると、道に迷わなくて済むので、なので、論文を読むときにも、そもそもこの論文は何のために書かれているのか、あ、少し違うね。そもそも論文というものが何のために書かれるのかという目的を意識しましょうということです。 次に、すべての論文に共通する構造というのを理解しましょう。いわゆる論文の構造、この論文の構造という特定の論文の構造のことじゃないんだ。すべての論文には共通する基本構造というのがあります。それを理解して、その構造のパーツ一つ一つがどういう役割を持っているのか。つまり、パーツ一つ一つも目的を持っているので,すで。その目的を把握しましょう。 もう一回まとめるねまず論文が書かれている目的というのを把握します理解しますでそこから論文のパーツパーツというのを演繹していきますでそうすると最後論文に共通するすべての論文に共通する基本構造っていうのが出てきてその基本構造それぞれの目的っていうのが明確になってるそれを道しるべとして使いますでさらにそこが分かっているとみんなが論文を書くときにもその流れで論文を書いていくことができる なので、今日みんなに理解してほしい基本構造とは2つ。論文が書かれる目的。そしてもう1つが、すべての論文に共通する基本構造で。そこを理解した上で、今日の実践としては、論文を論理の構造に注目して読んでいこうということをやります。でこの論理の構造っていうのが、実はすべての論文に共通する構造ということなんだ。いいかなじゃあ、 論文が書かれる目的世の中の全ての論文というのは何のために書かれているのか目的2つの視点で見て考えることができます一つ,つはそれは知識を広めるためだねここはまあそんな異論はないよね知識を広めるために著者は頑張って作者は頑張って論文を書くわけです じゃあこれ読者の視点からもう一回見直すとどういうことになるのかっていうとこれは読む目的知識を得るために読むっていうことと裏表だっていうことが見えてきます。いいかな著者は知識を広めるために書くし読者は知識を得るために読んでいる。じゃあどうしてそもそも著者はそんな知識を広めるために論文を書くのかここが実はアカデミアっていう行為の基本になってきます。 あのよく最近だと論文そのものが成果だからその成果を得るために研究者みんな論文書かなきゃいけないみたいな雰囲気があるんだけどそれはもうあくまでも表面上のことなんだアカデミアに真珠主義的な考え方、えっとまあ、非常に悪い言い方をしてしまうとものすごく幼稚な市場原理あの僕自身は市場原理はすごくこうサポートしているというかもともと商売人の子供なので。 そこが分かった上で見てて思うのは、えっと、今、ものすごくこう幼稚なというか、クリミティブなというか、ナイーブなというか、ものすごく稚拙な地上原料をそのままアカデミアに適用されてて、今の日本では。その結果、出てきたのが、ちょっと勘違いした、えっと、論文出版そのものが評価につながって、それが目的であるみたいな雰囲気があって、そこでも思考が止まっちゃってるんだ、論文を出版する意味。 もうそこからでは、なんで論文が、どういう論文がいい論文なのかっていうのは出てこないの。だから、例えばインパクトファクターとか、いいジャーナルに論文を出すのがいいことだっていう考え方があるけど、じゃあなんでインパクトファクターの高いジャーナルに書くのがいいことなんですかって言われるとそこで止まっちゃう、ねオッケー。実際には、えっと、インパクトファクターが重要なんじゃなくて、どうやって読者に届けるかっていうのが大切になってきて、インパクトファクターが重要視されるのは、 インパクトファクターの高いジャンル、例えばサイエンスとか姉ちゃんに出た論文っていうのは人の目につきやすいから届きやすいっていうことなの。そういう意味では、えー、と去年の講義でそこ少し分析してるんだけど、そういう意味では本当に重要なのは引用数っていうふうになってくるんやけど、あの読まれているってことだから、ね、読者まで届いた、知識が広まった、直接的な指標は引用数ってことになります。でただ、少しあの話しされました。 えっと、論文の教師的な目的は知識を広めるため。これは作者の視点から見た目的です。それに対して同じものを読者の視点から見ると知識を得るために論文というのは書かれているということになるわけです。これをもう少し一歩、もう一歩引いて眺めてみるとこういうことになります。書くと読むというのは書かれて読まれる。この論文を読んだ人は次に 読んだ論文の知識に何かを乗っけてもう一回出版するわけだ。次の論文を書くわけ、引用してねで。その引用して書かれた論文がまた今度は別の著者に読まれる。書く読む、書く読むっていうサイクルができるわけ。で、このサイクルの中で実は知識が社会化されて拡張されていきます。つまり集合値が形成されていくんだ。で、少しこれも脇道にそれてしまうんだけど、 アカデミアとインダストリー。あの、それよく今、大学なんかでも議論になるよね。えっと、いわゆる会社と大学、アカデミアっていうのがどういう関係にあるので、よく大学は基礎研究で、会社っていうのは、あの、応用とか製品を作るんですっていう話が出てくるんだけど、えっと、必ずしもそうではないよね。今も産学連携とか進んでるから、 基本的に大学なんかでも,もうほぼ製品に近いような実用的なものっていうのを作ってるわけです。僕らの研究室なんかでもそう。じゃあ、大学とインダストリー、あのアカデミアとインダストリーっていうのはどこで線が引かれて何によって特徴付けられている僕の理解ではアカデミアを特徴付けているのは文献批判という方法論ですで。この文献批判っていうのはどういうことなのかっていうと、まさにこれね。 論文を書いて、読んで、のっけて、また書いてっていうのを繰り返すことによって知識を生産していく。でこの手法によってアカデミアっていうのは成り立っているでこの手法自体は実はインダストリーでも使えるんだ。だから今、社会全体でどん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 大学院に行って、博士号を取りましょう。で、その後別にアカデミアに残らなくてもいいから、インダストリーにどんどん行ってください。じゃあ なんでわざわざ。大学院に行くの。実用的な研究がしたい。製品に近い研究がしたい。だったら、一番合理的な発想は。四年生出たら、もういきなり会社に入ること。大学院に行くっていうのは、ただの寄り道でしかなくなってしまう。ってことは、じゃ。あそこをきちんと根拠付けるための。大学院で何を学んで、それがその先どう生かされていくかっていうのが重要になってくる。 大学院に残ってそのままアカデミアに残るって言ったらいいんやで。もう大学院に入るところで枝分かれしてるわけ。だからこっちに来ましたって話ですよな。ところが一回右に来た後、今度左に来ますって話だったら、なんで一回右に行ったんやっていうのを明確にしないといけない。それは大学人がきちんと学生に説明しないといけないところだと思ってるんやけど、僕はそれはこれだと思う。なので、えっ、ー、と、実は今回このシリーズやってるんだ。前後回に。文献批判の技術っていうのは、 アカデミアを特徴づけている技術だけれども、インダストリーでも絶対役に立ちます。で実際、海外のメーカーの人とかとやり取りしたり、一緒に仕事したりしてると、日本のメーカーと一番違うなと思うのは、彼らはやっぱ論文、すごく読んでるんだ、メーカーの人でも。で論文って今もうほとんど、ただでダウンロードできるやろ。ってことは、そこで差がついてくるのよ。どんなちっちゃい会社でも、論文 PDF でポンとダウンロードして、 でそれこそアーカイブオルグとかだったら、プリプリントまでもうバン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 ただでみんな回してるよねで。それをダウンロードして、しっかり読んで、製品に持っていける。で、力が身についているかどうかっていうので、えっと、インダストリーの開発力っていうのも変わってくるわけです。なので、みんながこの先ね、アカデミアに残るんだったら、ぜひ、あの絶対これはもう必要な技術です。アカデミアを特徴づけている技術、文献批判。で、インダストリーに組んでも、 これは絶対ものすごく強い武器になります。なので、しっかり身につけてくださいっていう授業です。いいかなでちょっと話が逸れました。で、えー、と戻りましょう。挙手的な目的。えー、それは知識を社会化することによって集合値を形成することです。ただね、このステップ3の流れでは、この挙手的な目的は一回置いといていいんだ。今日注目するのは、美視的な目的。 もう少し論文っていうのの近くで見たときの目的です。何なのか。仮説を証明するためです。いいかな。で、ここで出てきたのがキーワード。仮説や。これ見ていきましょう。仮説。英語で何て言うかって分かる。もう書いてあるけど、ここに。ハイポセシスやね。これ多分この授業の第1回か第2回でも。 少しあの先出しして話をしたと思うんですが仮説、ハイポセシス、キーワードです。ハイポセシスっていうのは一体何なのか仮説というのは一体何なのかこれは真実かどうかはまだ分からない。そしてそれを論文の中で証明していきますというものです。いいかなつまり論文っていうのはすべからく 仮説を証明するるために書かれているんだそこが一個のポイント。なので仮説もう一個これ言い方があってあの最近だと研究グラントの申請書あの研究企画書だ、ね、研究グラントの研究企画書を書くきにそこを皆さん意識してくださいみたいによく言われるものの中にメインサイエンティフィッククエスチョンっていうのがあります。 科科学学的的なな疑疑問問主たる科学的な疑問それが何なのかこのプロジェクトはどういう科学的な疑問を明らかにするために立てられたプロジェクトなのかを明確にしてくださいそれは僕の理解ではこの仮説ハイポテシスっていうのと同じものですでただメインサイエンティフィッククエスチョンと言われると例えば技術開発をするような研究装置開発をしますっていう研究では サイエンティフィッククエスチョンって言われてもものを作るだけなんですけど今までなかったようなものを作るだけなんですけどそれでメインサイエンティフィッククエスチョンって言われても困りますよって思う時があるんですよね僕も最初は思ったんだでもそれは大丈夫です実は開発系のプロジェクト開発系装置開発系の論文どちらにも仮説っていうのはありますメインサイエンティフィッククエスチョンっていうのはありますただ表に現れてないんだ でそれについてはこの後ちゃんと説明していってください。で、この仮説。論文のどこで書かれているのか。これが次の疑問です。で、そこを意識して論文の構造、すべての論文に共通する一般的な構造というのを見ていきましょう。で先ほどの疑問。仮説はどこに書かれているのか。ズバリ。 答えを言ってしまうと、イントロダクション、序論です。まあ多分みんな序論とかじめにとかって言い方せずに、もうみんなイントロ、イントロって言っちゃうと思うんで、えっと、この講義でもイントロって言い方しますね。イントロ。ここでもまた目的です。僕の好きな目的。イントロっていうのは何のために書かれるのかイントロの目的は何なのかまず一つ。著者と 読者の認識これを合わせますつまり論文を読んでいく中での著者と読者の出発点っていうのを合わせましょうってことです。いいかなで出発点を合わせた上で今から証明する仮説ハイポセシスを提示します。 実はこの2つほとんど一緒のことなんだけど、まず出発点、あの著者も読者も異論がないっていう出発点を1個示して、でそこからゴニョ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 っと議論して、最後、なので、あからこれを証明します。っていうのを明確にする。でそうすると、どっちにしろ論文全体として見れば、この仮説が出発点になるわけだ。なんで今、出発点って言葉が二義的に使われてて、1つが、えっと、今から説明する背景というところに。みんな そういう話でいいですよね、異論ありませんよねっていうところからスタートして、これがこの論文で議論しようとすることですっていうところまでたどり着く。で両方とも、えっと、出発点ですで。最初に言った背景っていう出発点は、最初から著者も読者も異論のないところ。で、最後の仮説っていうのは、読者は意識してなかったけど、著者は問題だと思ってるっていうところです。それを今 読んでる人たちもここが問題だっていうことでいいですよねっていうところまで連れてくる。で、それがイントロの目的です。いいかな？なので、みんなが論文のイントロを書くときもこれを意識してください。イントロの目的は、読んでる人たちに書いてる自分たちと同じ意識を持ってもらうこと。で、この目的を理解した上で、イントロの基本構造というのを考えてみましょう。 イントロの基本構造、3つのパーツによって構成されています。1つ目がシチュエーション、背景。次がコンプリケーション、問題記述最後がアプローチ、解決方法です。1個1個説明していきますね。まず、シチュエーション、背景っていうのは、何か解決すべき問題が起こる前の状態です。平和な世界。 こんなことがありましたこんなことがありましたこんなことがありますで、こういうことができています何々が重要になっていますそこまでいいよねみんなそこは異論ないですよねっていうのが背景ですで、ただし議論のルールとして一個一個その根拠っていうのは示していかないといけないだからリファレンス参考文献を引きながら説明していくわけこういうものが使われていますこういう技術というのがありますで何々は重要です でこういう人たちがたくさんいます。で全部一個一個根拠として論文を引いてリファレンスを引いて説明していく。それが背景です。次コンプリケーション問題基準これはそのシチュエーションで説明した平和な世界の中で何か問題が起こりましたっていう記述だ。例えば、えー、僕自身の研究の OCT の例だと OCT っていうのがあります。眼科で広く使われています。 ところが、患者さんの目というのは撮影中にすごくよく動く。なので、今の OCT では、実は速度が不十分なんですよって話を持ち出してくるわけです。それが問題技術。今までは気にならなかった。でも、今、ここが問題になってるんです。というのが問題技術です。でこれを明確にする。で、これが問題なんですって言って、 ああ問題ですねって言って終わったら、まあ、飲み屋のグダグダ話と一緒やそれを解決していくっていうのが研究やんななのでじゃあ今から解決していきますどうやって解決していくのか簡単にまず説明しておきますねっていうのがアプローチこうやって解決していきますなので論文のイントロっていうのには3つのパートがありますでその3つのパートがそれぞれ目的を持っていて組み合わさることでイントロができる 全体の目的は著者と読者の認識を合わせることです。OK。異論のない合意点から始めて、異論があるかなっていう合意点まで連れていくんだけど、きちんと読者の手を取って連れていくことで、最終的な問題意識とアプローチまで共有しましょう。ということになります。なので、イントロっていうのは、一番シンプルな構成では3パラグラフになります。1つ目のパラグラフで、 背景を説明して、2つ目のパラグラフで問題記述をして、3つ目のパラグラフでアプローチを説明するということになります。実際に例を見てみましょう。今日、例として使う論文はこれです。えっと、我々の研究グループが2021年、去年出した論文でですね、3Dimensional Dynamics Optical Coherence Tomography for Tumor t、um、r o i d Evaluation というやつですあの。気になる人は後でダウンロードして見てみてください。オープンアクセスの。 と思いますじゃあ実際に、えー、イントロの構成見ていきましょう。ここだ。先週勉強したカラライゼーションを使って構造に色をつけていきます。イントロダクション。で、ざっと見ていくね、今日は。Recently. Precision medicine treatment medicine-based disease has attracted the attention of medical researchers。えほにゃほにゃほにゃで、えー、っと、uh, This protocol takes the genes, the environment, and the lifestyle variabilities of each patient into account to enable accurate therapy for specific diseases. これ、まあ、世の中こうなってますって話やね。で、えっと、ここ、キーワード、キャンサー。ちなみに、キーワード、せっかくだから。 勉強した通りやってみようか。Cancel、キーワードで。Cancel is a disease with one of the highest fatality rates worldwide. ほにほに、えー、とガンっていうのが世界の中で一番死亡率の高い病気の一つである。ほにほにこれも、まあ、ファクトとして挙げてるだけや参考文献を引きながある。で、ゴニョゴニョゴニョ、ここまでがだからずっとバックグラウンドなんですよ。書いていこうか。 これが一番ね、あの、さっきのやつで言うと、最初に書いてあったバックグラウンドです。で、次見ていくと、ここだ。がん組織をどうやって検査していくかって話がその後始まってくるんだけど、ここ。えっ、ー、と、ヒストロジーっていう、あの、 天秤イメージングっていうのを使うのが一般的だというのが書かれているんだけどこの先ここです This histology imaging method only provides 2D images which are not sufficient for the evaluation of three-dimensional spheroid これねキーワードここや Not sufficient つまりヒストロジーは不十分だって書いてるわけよね問題提起です で、さらにこの論文ちょっと2点3点していて、その後、また解決法を出してきて、例えば、えっ、ー、と、ここ、蛍光顕微鏡みたいなのも出てくるんだけど、やっぱこの蛍光顕微鏡でも、Deep Tissue Imaging Cannot Be Performed by Fluorescence Microscopy。やっぱここも問題的起一見解決法っぽいのを出してるけど、やっぱ問題的です。で、えっ、ー、と、その後、OCT っていうのがここで。 出てきて、OCT で解決できそうに見えるんだけど、やっぱ、however conventional OCT can only visualize the morphology of the sample. ここもやっぱ OCT でも不十分です。OCM っていうのは OCT 顕微鏡、OCT マイクロスコピープ。これでも不十分ですって話をしているわけです。で、最後、この辺り。 There have been some demonstrations of three-dimensional dynamics imaging. っていうのが出てくるわけや。これが我々が取るアプローチです。ただ、ここもまだ実はコンプリケーションの一部で、ロングメジャーメントタイムがいるとか、複雑な、えー、ハイスピード OCT システムがいりますみたいな問題提起があるわけ。でじゃあ、本当のアプローチ、最後、 これが決定版ですってアプローチはどこに書いてあるかっていうと、これね、イントロの最後のパラグラフです。で、えっと、実はこれ目印があって、インディスペーパー、僕よくインディスペーパーパラグラフっていうことが多いんですが、インディスペーパー、このペーパー、この論文ではこういうことをしていきますっていうのを最後のパラグラフにまとめる。これがアプローチです。えっと、実際見ていくと、スタンダードスピードの OCT 装置を使って、 3次元のダイイナミクス OCT メージングを行いますこれが我々のアプローチです。ことね、いいかなで、つまりさっきのシチュエーション、コンプリケーション、えー、アプローチで。この3つの視点でイントロを読んでいって、今読んでいるイントロの部分がどのパートにカテゴライズされるのかっていうのを意識しながら見ていくと、イントロのロジックっていうのを つらっと辿っていくことができるようになりますいいかなここまでイントロの構造というのを意識して見ていきましたで。ところがね、これちょっと今日の話の流れを思い出してもらうと、肝心なこと一個飛ばしてるよね。仮説。仮説どうなったんですか仮説提示がイントロの目的だったんじゃないのって話になるわけ。大丈夫です。 仮説を探ししていきましょう実際にイントロの中から仮説を探す方法。まず注目すべきは、インディスペーパーパラグラフです。さっきちょっと話をしたよね。だいたいイントロの最後のパラグラフというのがこれに対応します。あの、明らかにインディスペーパーっていうので始まるパターンも多いけど、まあ、それ以外の場合でも、大体最後の1パラグラフか2パラグラフぐらいにアプローチがまとめてあります。このアプローチのパラグラフを見てみます。 でそうすると、論文によっては、もう明確に書いてくれてるパターンが、あります。ほにゃほにゃを証明する、ほにゃほにゃを検討する。で、このパターンはもうこれが仮説です。証明すること、検討することっていうのが仮説ってことです。でも、特に技術系の論文とか開発系の論文では、こういうふうに書いてくれてないパターンが多いんですよね。この場合でも、暗黙のうちに仮説はきちんと設定されています。 じゃあそれが何なのかこういうパターンではアプローチのところでイントロのアプローチのところで新しい技術原理を導入しています。論文自体はこの新しい技術とか原理で問題つまりコンプリケーションで設定した問題これが解決できることを証明していっている論文全体を使って。なので これが仮説ですとは書いいてないこれを証明しますとも書いてない。でも実際にはここに書いた新しく導入した技術原理で問題が解決できますというのが仮説ってことになるわけですで。実際解決できることをこの先論文で証明していく。これが暗黙の仮説設定です。で技術論文では非常によくあります。ここここがのの授業の最初でちょっっと言った 研究プロジェクトの企画を作る時にメインサイエンティフィッククエスチョンを明確にしてください。でも装置開発とかのプロジェクトだったらそんなんないんじゃないですかって疑問に思っちゃうところ、でもそれは答えがあるんですよ。今から作る新しい装置で問題が解決できることを証明します。これがメインサイエンティフィッククエスチョンだったわけだ。で、ここに気づくと新しい装置を作りましたっていうだけでは、 研究にならないことにも気づいてきました装置開発だけでは。装置を開発したところからが研究なんですなので、実はエンジニアリングって面白い。で、工学系の研究っていうのは2倍大変って話になるんだけど、装置を作るところまで、そこまでが前半戦なの。なんなら、除極と言ってもいいよ。まだ研究すら始まってない状態。作ってからが研究なんですよ。 装置開発っていうのは研究して開開発発するんじゃない開発してから研究するそこが面白いさらに装置に関する研究っていうのは極めて哲学的です装置っていうのは人間が作った人間の思想が形になったものだからそれを理解するっていうのが研究なわけだからものすごく抽象的になってくるエンジニアリングの研究っていうのは僕自身の感想では いわゆる理学よりもかなり抽象的です。だから、数学とかも実はエンジニアリングの方が物理よりもよく使うよね。これみんな勘違いしてて、工学系の仕事って実際ものづくりでゴツゴツしてて面白くないと思うかもしれないけど、実際にちゃんと極めていくと思想的で面白いと思ってます。そこをちょっと意識して工学の論文を読んでみるようにしてみてください。で、話を進めていきましょう。 これを意識して、さっきの論文、もう一回見直してみます。まず、これ、in this paper paragraph。最後のセクションで、えー、っと、ここで注目する、ここで注目するの、ここ。The utility of our method has been investigated via two types of study. これだから、かなりこの論文の場合は、明確に仮説提示してるんですよね。この新しい技術のユーティリティを2つの方法で調査していきます。これが仮説です。実際この技術が使えるっていうのを今から証明していきます。これがこの論文の仮説提示ですってことや。で、えー、とその方法として、The First と The Second、2つスタディを立ててますというところまで説明します。 でこのじゃあこいつらスタディーっていうのがどういうところに論文の中でどういう位置づけになってくるのかっていうのはこの後見ていきます。えっとここまでイントロの話をしてきました。で以上を踏まえてイントロを読むためのコツをまとめておきます。まずコンプリケーション解決しようとしている問題を見つけましょう。これはいいよね。今から著者が解決しようとしている問題でみんなも多分そこに興味があってその論文を読んでるはずなんだ。 そこを明確に意識しよう次著者がどうやって解決しようとしているかっていうアプローチを見つけましょう。それで仮説が把握できます。コンプリケーションと解決のアプローチっていうのを見つけることで仮説を把握することができます。でこの仮説が把握できてないとどうなるのか。論文を読んでいる途中ですごく 道に迷ってしままいやすすくなります書いてあることの一分一分っていうのは理解できてもなんでこんなことしてんのかなっていうのが読んでて分からなくなってくるでなのでコンプリケーションと解決のアプローチでそれを見つけて仮説を把握した上で常にそれを意識しながら論文をあの論文っていうのはイントロだけではなくて論文全体を読んでいくようにしてくださいで、えー、とこっから先イントロの先の部分にどんどん入っていくんですが その前に落ち葉拾いをしておきましょう。さっき少し話しかけたところやね。仮説と仮定、この2つどう違うのか。日本語だと仮説と仮定って言葉似てるから、割と間違いやすいんだ。それが元で議論が混乱するとか、論文の論調が混乱するってことがよくあります。なので、ここで明確にしておきましょう。まず仮説と仮定。英語で言うと言葉も全く違うよね。仮説はハイポセシスです。 仮説と仮定それぞれ何なのかどう違うのかまず仮説っていうのはこれもう出てきました真実かどうかはまだわからないことですそしてそれを論文の中で証明していくことですつまり今から証明していくことが仮説ですそれに対して仮定アサンプションっていうのは何なのかこちらもやっぱりまだ真実かどうかっていうのは証明されてません ただ、まあ、合ってるでしょうと。証明されてないけど、正しいと受け入れます。そして、それを前提として話を進めていきますっていうのが仮定です。OK。で、仮説と仮定。ここ、違いをきちんと意識してないと起こりやすいミスっていうのが、仮定を証明しちゃうっていうのがある。トートロジー。えっと、論理学ではトートロジーって形です。犬は哺乳類であると、 考えます。それが、家庭だとする。犬が哺乳類であるのであれば、これこれこういうことが言えます。これこれこういうことが言えます。であれば、これこれこういうことが言えます。順番に論理をつなげていくわけです。で、最終的に、なので、犬は哺乳類です。で、結論を出す。OK。犬が哺乳類なのは家庭なんや。で、そこから、 途中の論理を演繹してってだから犬は哺乳類ですって出したってそれは最初に犬は哺乳類だって仮定したからこういう結論が出てきたんじゃないですかって話になるこれありがちなんですよ。ものすごく短い論理だとあれってすぐ気づくんやけどものすごく長い論理になると意外と気づかないです。仮定を証明しちゃってるってパターンで,で逆もあるんや。仮説証明しないといけないのに。 証明するべき仮説を論理の途中で仮定として使っちゃうってパターンもあります。でそこも気をつけてください。で、その後は、まああはこの後ステップ4、ステップ5でもこういう論理のところっていうのはもう一回復習していきます、OK。なんでここ間違いやすいっていうのだけあの覚えておいてください。仮説と仮定。で、えー、本題に復帰していきましょう。今日のテーマはあくまでも よくある論文の構造、一般的な論文の構造っていうのを考えるってことやったよね。で、まず、イントロダクション、序論から始めました。で、じゃあ、それ以外の論文の構造どうなるのか。よくこういうの出てくるよね。メソッド、方法、リザルト、結果、ディスカッション、考察議論、コンクルージョン。この5つです。で、これ、まあ、あの論文の書き方とか、 えと卒論終論書く時の例みたいなのでもこういう構成が取ってあることが多いと思います。でそれぞれ目的そしてその目的に基づいてそれぞれのパートの関係性っていうのを見ていきましょう。まずイントロこれはもういいよね仮説ステージです。クエスチョンでここで注目するのはこのイントロと一番つながりの深いところってとこやと思う。 実はイントロと一番つながりが深いのは一番離れたところになります。コンクルージョン。これ何なのかっていうと仮説テージ、つまりクエスチョンに対するアンサーやんな。なんでイントロの仮説テージ、つまりインディスペーパーパラグラフが決まるとコンクルージョンが決まります。ケ、okay、ー。でこれ書いてる人からすると割と特に初心者間違いやすいところな インディスペーパーパラグラフで暗黙のうちに仮説を提示しててでコンクルージョンで全く関係ないことで締めちゃうってパターンがあるこれ書くときは気をつけてくださいイントロの最後のパラグラフとコンクルージョンっての表裏です質問と答えで読むときもそこを意識すると読みやすくなります分かりやすくなりますいいかなで次じゃあこのコンクルージョンこことつながってるのはどこなのか どうやって仮説を証明するのか、コンクルージョン、アンサーをどうやって得るのか、そこから考えていく必要が出てきます。仮説証明の基本構造。仮説証明において、一番コアになるパートはロジック、論理です。この論理に、ファクト、事実っていうのを突っ込んでいくわけや。でそこから結論を出します。 これはいいよね。ロジックっていうものの考え方の基本です。ファクトとロジックがあって結論が出てくる。で論文において、このファクトとロジックを組み合わせて結論に至る道筋。これがディスカッションになります。OK。これが答え。さっきの質問の答え。コンクルージョンと一番つながりが深いのはディスカッションです。で次。じゃあ、このファクト。 このののディスカッションで使っていいるファクトっていうのは何なのか一つには参考文献もう一つはさっきも出てきた過程だアサンプションもう一つあるんですよ重要なパーツがそれが作者がこの論文を通じて見つけたものつまり結果ですでそうするとディスカッションとつながりが深いものが何なのかっていうのも見えてくるわけまとめるとこういうことになります まずイントロがあるクエスチョンだで。それに対応しているのがコンクルージョン、結論、アンサー。で、そのアンサーを得るためのロジックを示しているのがディスカッション。で、このロジックを示しているディスカッションで使っているのは文献過程っていうよそから持ってきたもののほかに自分たちで手に入れた材料、リザルトっていうのがあるわです。OK。 リザルトを使ってディスカッションを行ってコンクルージョンを得る。る。じゃあ次、このリザルトっていうのをどうやって手に入れるのか。それが次の疑問です。どうやって結果を得たのか。多分、ここの授業を聞いてるみんなってな、いわゆる理工系ですよね。なので、大体みんな思いつくのは、実験とかシミュレーションで結果を得ましたって思うと思います。 でこの実験とかシミュレーションをやるためにはいくつかのパーツが必要です。例えば用具とか器具、どういうふうな実験をしましたっていうプロトコルで、何を対象にして実験した、資料とか対象、あとこういう解析をしましたっていう解析手法、こいつらを全部集めて実験、シミュレーションを行って結果を得たわけだ。これ、何なのか、つまり結果を得るための方法ですよね。 これを論文の中に書いておく必要がある。それがメソッドや。結果を得るための方法。OK。つまり、論文の構造っていうのは、イントロから始まって、それがコンクルージョンとペアになってで、そのコンクルージョンをサポートしているのがディスカッション、ディスカッションをサポートしているのがリザルト、リザルトをサポートしているのがメソッドということになります。でね。 えとこれでなんとなく論文の構造をすごくすっきり説明できたような気になるんやけどまだ足りないものがあるんですよ。それが技術論文によくある「暗黙の過程」「新しい技術で問題が解決できます」って言った時の新しい技術原理です。さっきは「アプローチ」で説明してるって言い方したけど「アプローチ」っていうのは所詮ワンパラグラフや。12行で書いてあるだけやん、ね。 それどこでで説明すするんですかそれがプリンシプル、原理です。で、最近の論文ではプリンシプル、原理って明確に書いてないパターンが多いんだけど、実は厳然としてありますで。そこもちょっと説明しますね。まずこれ、さっき説明したよくある論文の構造、この名前を変えて一般化された論文の構造と書きました。 でこの中に実は足りないものがいます。プリンシプル。どこに書けばいいのか。まあ、もう明らかにこの図見れば分かるよね。隙間が開けたりここ。イントロの後にプリンシプルを書く。で、このプリンシプルっていうのは実は仮説の一部です。仮説の中の新規性の高い部分っていうのがプリンシプルっていうことや。なので、論文ってここで一回切れるんですよ。 インントロとプリンシップリシが合わさって本来的な意味で、のイントロを形成していますでそのイントロとペアになってコンクルージョンがあって、コンクルージョンをディスカッションがサポートして、ディスカッションをリザルトがサポートして、リザルトをメソッドがサポートする。でところがね、なぜか技術系の論文見てると、この2つがくっつけられて、メソッドってセクションになってるパターンが多いんです。で、間違ってはないんやでね。 メソッドっていう言葉に義性があるってこと自分たちが作り出した新しい方法論ですっていうメソッドと仮説を証明するために使った方法ですっていうためのメソッド両方ともメソッドやから合わさっちゃってるんでただそこは意識して読むってことねこの2つは違う意識して読むってことが重要になってきますあと論文詞によっては最近はメソッドはコンクルージョンの後に回すっていうパターンもあるよね サイエンティフィック・レポーツとかって、あの公式な構成のリコメンデーションではそういう構成にしてくださいってことになってッ OK。じゃあ、一番重要なところを最後に書くんですかってなるけど、そういう場合はプリンシプルっていうのを別につけちゃえばいいわけ。いいかなであと、論文詞によってはメソッドとスターメソッドっていうのが分かれてる場合もスターメソッドっていうのが、新規性のあるメソッド。つまり、 この僕が今説明している用語ではプリンシプルということになるわけです。なので、プリンシプルとメソッド、似て非なるものなので、そこは意識して読む、書くときも意識するというのが重要になります。その上で、えー、今日の実践編、この構造を意識して論文を見ていきましょう。で、この構造を意識して論文を実際に読んでいきます。で論文を読むとき、まずチェックするのはどこなのか。えっと、実は、 この話に出てこなかったところなんですよ。アブストラクト。でも、アブストラクトの前にもう一個チェックしておくところがあります。タイトル。これ前回やってたね、タイトルの中にもキーワードがある。で、それを拾っていきましょう。例えばこれだったら、Tumor Aspheroid Dynamics Optical Coherence Tomography っていうのがそうです。その後、アブストラクトっていうのを見ていきます。で、アブストラクトのポイントは、 それ自体が一つの小さな論文だってことです。この中にさっき説明した構造のほとんどが入ってますあの。メソッドとか省略されてる場合があるんだけど、基本的な構造っていうのは全部入ってる。例えば、ここ。これがだからアプローチやんね。 アプローチを説明しているということは、それが使えるということを説明していきます。証明していきます。というところまで、案に言っているということです。で、えー、っと、これ、The method was applied to the evaluation of tumor spheroid. これ、メソッドやんね。で、time course variability alteration and anti-cancer drug response of the spheroid were visualized. これ、結果や。で、 The similarity between the OCD based dynamics image and the fluorescence microscope images was also demonstrated. で、このね、ここでちなみに出てくるフロレッセンスマイクロスコープっていうのが、それまでの標準法だったわけだから、それと似ていて使えますっていうところまで主張してるってことで、ここ実はコンクルージョンなんですよ。OK。なんで、 アブストを読むときは、それ自体が一つの論文だっていうのを意識して、さっきの構造をそれぞれ見つけるっていう感じでやっていくと分かりやすくなります。でその上で次見ていこう。まず論文の構造を見ていくねったよね、先週やったところで、イントロダクション。ここはまあもういいでしょう。今日しっかりやりました。で、この論文はプリンシプルっていうのもちゃんとメソッドと分けて説明しています。 その中でも OCT の装置、スキャンプロトコル、ホニャホニャホニャ。であ,あって、アルゴリズムっていうのも説明してるよね。このあたりが全部新規性のあるところなわけや。これもアルゴリズムの一つです。あ、これもまだプリンシップルだね。新規性を主張してるから、今までの方法に比べた新規性をここで主張してます。なんでこれもプリンシップルが新しいですよっていうのを説明してるわけや。で、ここ、セクション3、バリデーションスタディーズ プリンシプルで導入した方法が実際に使えることをバリデートしていきます。でそのためのスタディの方法、例えばサンプルとプロトコルとか、えー、と比較対象に使った装置で、えーと、具体的な実験プロトコル、計測プロトコルっていうのを順番に説明していってる、るつまりこれがメソッドだ。でその後もうこれは分かるよね、リザルト、4で字のごとく、リザルトです。 実際どういう結果を得られましたっていうのがずっときてディスカッションでその結果と参考文献、まあ、参考文献だからいっぱい引いたよねこういう感じで結果と参考文献を合わせながら最後の結論を出していくで最後の結論が ここですコンクルージョンで実際最後の結論を見てやるとここやねサリーザーズさせてたとこにゃんほにゃんほにゃんでこれだ Dynamics imaging method could become a useful tool for quality control and drug response evaluation of the tumor's flow これが結論ですってこと使えますっていうのを主張してます OK でここをまず意識するなんでまず、えー、タイトルとアブストーヨンで で、次、全体の構造を把握する。実はこれ、先週一回説明したよね。で、その上で、じゃあ次どうするのか。イントロに戻るんですよ。で、イントロを読んでいきます。で、イントロの読み方は、今日、割としっかりやったよね。バックグラウンド、問題提起って書いてあるけど、コンプリケーション。で、インディスペーパーパラグラフ、アプローチ。っていうのを。 きちんと把握するでじゃあ、その次、どこ読むか。えっと、1つは、1回コンクルージョンまで本んで、結論を確認するって手があります。で今、ちょっとやってみてね。で、次、えっと、プリンシップって結構複雑なんで、まず、アプローチのところに書いてあるところで、ざっと把握だけしとく。イントロ読んだ後に、丁寧に見ていくと、いきなりわからないところがあると詰まっちゃうから、全体像を把握します。で全体像をど,どうやって把握するか。図を使うんですよ。 図とキャプション。これを丁寧に見ていきます。OK。で、これまずプリンシップルを説明している図で。特に最近の論文は原理とかも割と丁寧にグラフィカルに説明してくれているパターンが多いし、あと、サイエンスとかネイチャー系のやつは、そういうふうにやってくれっていうのをリコメンドしてる、ジャーナリスト。なので、ここを丁寧に見ていきます。で、例えばこの次の図。 これ見てやると Example of Autocorrelation Decay c u と書いてあって Non-Extended、えー、ッドカーネルと 2×4 のピクセルカーネルこの2つの比較ですっていうのがキャプションをちゃんと読めばわかる。で見てやると 2×4 のピクセルカーネル使ってる方が滑らかだなっていうのまでわかるわけです。で、えー、と例えばこのテーブル旧手法と新手法を比較しているテーブルっていうのも丁寧に見ると何かポイントなのかっていうのもわかってくる。例えばこの 速度が10倍ぐらい速くなってるっていうのも分かるわけで,すで。例えばこれ結果の図や。こういう図が得られて、でこれがどういう意味なのかっていうのは、ここ、キャプション、丁寧に読めば分かる。で、この論文は結構図が多いので、ざーっと流していくと同じような結果があるんだけど、方法が違うとっていうのも丁寧に読んで見ていくわけです。で、えーと、これは標準手法との比較やね。 えっと、ここ。コンポジットフローレッセンスと比較してます。っていうのもわかるわけです。で、特に自分の研究分野の論文だと、これだけでほとんどのポイントはもう把握できると思います。で、えっ、ー、と、一応、最後まで見てみようか。例えばこういう定量的な評価、定量的な評価っていうのもやってると。とオンテイティブアナリシス。 で、同じようにまた細かい議論のための図があって、こういうやつね。で、キャプションを読むと。で、また別の議論のための図があって、これ例えばブライトフィールドと比較して、ネクロティックコアっていうのの存在を議論しているところだね。これはあのディスカッション用の図です。で、えっ、ー、と、傾向との比較か。丁寧な比較っていうのをやってます。で、今までのところちょっと復習するね。 タイトルとアブストを読んだで。コンクルージョン確認してイントロダクション。まあ、コンクルージョン確認してもしなくてもいい。イントロダクション。でイントロダクションで、えー、ハイポセシスを把握したら、次にずっとキャプションを丁寧に見ていきます。で最後、もう一回コンクルージョン。ここ。で、このコンクルージョンを読むと、大体もうこれで20分ぐらいで、その論文のポイントっていうのを把握することができます。ここまで。 ちなみにね、もう一個説明していきたいのが、ここないな。コンクルージョン、よく見ると2つに分かれてるんですよ。僕の関わってる論文って、もう明確にパラグラフも分けてあるパターンが多いけど、コンクルージョンには実は2つの要素があります。サマリーとコンクルージョン。そこを最後、マテリアルを使って説明しておきましょう。 でえー、とさっきのところの復習もちょっとしてきますね。まず一つ目のポイント、先も話をした。アブストラクトは小さな論文です。イントロダクション、プリンシプル、メソッド、リザルト、ディスカッション、コンクルージョンで。メソッドとディスカッションっていうのは割とはしょってあることが多いんですが、基本的にその中で論文の重要なポイントっていうのは書かれています。なんで、ここだけ確認すれば、論文が何なのか、何を言いたいのかっていうのは確認できる。でみんなが書くときは、そうなるようにアブストをまとめてください。 で、次、論文の流れを読む。実際にさっき論文を見ながら説明した。復習しておきます。まず、読むべきなのは、タイトルとアブストラクトです。タイトルっていうのは、実は一番短いアブストなんですよね。一番まとまったアブストラクトです。でこれによって、今から読む論文の全体の地図を頭に入れることができます次、オレンジマーカーで構造をチェックします。これは前回やったところです。 ステップ2でやったところ。で、次に何を読むか。イントロダクション。背景、問題、アプローチを見つけて仮説を把握します。その後、リザルトなんだけど、注目すべきはフィギュアなんだ。ストキャプション。これを丁寧に見ていきます。で、ストキャプションがメソッドとかプリンシプルにある場合は、そこも丁寧にチェックしておくと分かりやすくなる。で、その後、コンクルージョン。 このコンクルージョンがサマリーとコンクルージョンに分かれています。本来は。この二つってあんまりみんな違いを意識したことがなかったと思うんですよね。でもこれ違います。サマリーっていうのは今まで説明してきたことを短くもう一回説明しているのがサマリー。なんでサマリーには新しい情報はありません。それに対してコンクルージョンっていうのは今まで出してきた 結果とかディスカッションをもとに最終的にこういう答えを出しますっていうのがコンクルージョン。なのでコンクルージョンは新しいんですよ。今まで言ってきてなかったことです。みんなもうこういう答えが出てくるんやろうなっていうのは予測はしてたんやけど、まだはっきりは言われてなかった。ですそれがコンクルージョンです。なので、例えばこの装置は使えます。で、最後言い切る。それがコンクルージョンです。OK。で、それがコンクルージョンです。 イントロの仮説提示とペアになって対応しているはずですということです。たまに研究によってはコンクルージョンにたどり着くほどのそこまでの結果は得られなかったっていうパターンもあるんですで。そういう論文も実はありで、そういうのはインコンクルーシブっていいます。なんで、例えば医学の臨床論文なんかでは結局最後、この薬が これだけの効果があることまでは統計的に証明できなかったっていう場合があってそういう時はインコンクルーシブ論文っていってディスカッションで終わっててコンクルージョンがないもしくはコンクルージョンとは書いてあるけれどもコーンが落としてあって何々である可能性はあるしかし明確にはそれは示されなかったって書いてあるパターンもありますケー、これちょっと特殊なところねでここまでったらあとは 残りの部分を丁寧に上から読んでいくとプリンシプル、メソッド、リザルトの本文、そしてディスカッションです。以上を論文の一般的な構造と照らし合わせて確認しておきましょう。これが今日説明した論文の一般的な構造や。このタイトルとアブスト、これは論文全体を包括しています。全体のまとめや、ね、約です。その後イントロを読みます。 で、ここで仮説を把握する。で、その後リザルト。で、これを特にずっとキャプションに注目して、ザーッと見ていきましょう。コンクルージョンを確認する。で、ここまでできたら、あとは上から順番に落葉をい、ぼちぼち読んでないところを丁寧に読んでいきましょうということになるわけです。で、この流れでザーッと読んでいくと、 おそらく今まで力技で論文を読んでいたのに比べて一気に論文の内容というのが把握しやすくなると思います。でまただんだんねみんな研究進んできて大量の論文があってれそこまで重要じゃないけど目だけは通しときたいなみたいな論文っていうのが出てくると思う。そういう場合はさっき言った流れでタイトルアブストイントロ図キャプションコンクルージョンそこから だけを把握しとくだけでも、その論文のポイントっていうのはきっちり理解できると思います。大体いいそれで20分から30分ぐらいで、1本の論文、あのポイントだけは把握できるようになる。それもまあ技術として使ってみていいと思います。で、えっ、ー、と、最後これね、えっ、ー、と、イントロとコンクルージョンっていうのは結局対応しているので、ここまでたどり着くと、また元に戻る。で、それでまた上から順番に丁寧に読んでいきましょうって話です。いいかなじゃあ、これで今日の授業終わりたいと思います。お疲れ様でした。